さあいつものガチャタイム。まだイベントが来た。しかも今回は民の騎士に対する今回は本命です。エドモントです。常に身なりを整えておかねばならない。うん、これです。いやもう全てはエドモントのためですよ。誰エドモントが一番のお気に入りキャラだから。は許さない。どうしてそんなことを聞くんだ。ずるいぞ。今までの全てはもう前振りと言ってもいい。やっとエドモントが来た。いやこれはもうなんていうか絶対見るわ。私エドモントの全カード、その R 以上の全部見たから。そのエッチなシーン。これエロすぎじゃね。これお尻もめっちゃエロかったぞ、この服。これこの服やばいよ。まあいつもやばいけどね、そのエドモントの服。これもういわゆる振り返り美人。え、しかもなんか金魚が泳いでる。まあこの人も見た目はいいんだけど、その無理だな。攻めだから、そのなんていうか、私は、まあ、何回も言うけど、どっちが嫁川かのなのかはいいとして、そのエッチなシーンの時に可愛くないのがダメなんですよ。その今回のこのイベントの PV とかで見たけど、なんか攻め気を出してるじゃん。どうやらまだしつけが足りていないようだな。そういうのが私ダメだから。まあだからやっぱりか、あのお気に入りのキャラは攻めたいんですよ。お気に入りのキャラが攻められるのだけが見たいですから。だから攻めキャラはちょっと無理なんですよ。いやじゃあ今回の目標は、いやまあどうせ、いやえでもえこれ大事なのはこれ、あこれ火の属性。え、じゃあ私火の属性と火の鍵4個。あもうちょっと足りないな。火の鍵がちょっと足りないな。もう火の鍵今月もう買えない。いやー、それちょっと来月まで待つか。なんていうか、来月まで待つか、その課金するか。もしくは3枚。これ結局同じの3枚ないと、そのエッチなシーン最後まで見れないんですよ。いやもうやろう。何回できる？10回契約は11。あこれまあ200、250以上いける。300はいけないな。あこれのためにこの青いやつもう貯めとけばよかった。上のまあいいか。まあ250で、まあ3枚無理だな、こりゃ。いや3枚どう考えても無理だろう。あでもさ、いや2枚くらいは行きたいかもしれない。で2枚くらいやって、で3枚目はこれでか、ここのこのかけらで買ったらいいんじゃね。いや一応2枚は行きたいな。こんにちは。目標2枚。いや、うん、目標は2枚だけど、万が一炎天が2枚出たらもうやめるっていう、こういう風に行こう。まあどうせ多分課金するだろうな。本当にもう3、まあ、2枚行きたい。エドモンド2枚行きたい。今回はなるべく一番の本命だけど、なるべく冷静にやります。なんか無理、あの意味のない目標だけど、とりあえず10回やるか。まあ来てないな。じゃあまあもう一回やる。輝いてないと来てないな。まあさすがに、いや前回はあまりにも早く来て驚いたけど、さすがにそんなに早くないか。え？
やばい。よく見たら SSR は絶対この2人じゃん、イベントじゃない。まあ確率は高いけど、あ、でも100回やれば絶対、でもイベントじゃない、イベントなのは保証してないよね。ちょっと待って、もっと見るわ。300回で必ず選べる。でも私300はいけないかもしれないな。100回契約するたびに、まあ、限定イベントは後で。ああ。いや、前回のようになんか、一人一人のはもうないんだ。前回のイベントが特殊だったな。まあ、やるか。まだ来てないんだ。あ、なんか新しいのが来たけど、私、あの、攻めキャラに興味ないから。まあ、ちょっと味を変えて、しばらく1回契約でやろう。1回契約で10回やろう。2回目。あ、出ないか。3回目。2枚行きたいな。で、3枚目。3枚目は、あの、買いたい。その、かけらで買いたい。何万目なんか何も考えずにやっちゃったけど。何万目だ。あと65、つまりあと5回。あと5回。132まで。さすがに来ないか。いや、これは良くない流れだぞ。前回引いた、あの、なんていうか、あのエロ祭司。オリビンだ。オリビンのエッチなシーン見たけど。やっぱりエドモンドだなっていう。まあ、別に悪くなかったけど、私の、ちょっと私の趣味的に、なぜエドモンドが一番なのか、結局、なんていうか、エドモントの時の主人公が一番意地悪だから一番なんか私の性癖に刺さる攻め方するから。まあ、エドモントがツンデレなのもその影響してるけど。あら、半分というか40回。じゃあ50回いこう。まだ来ないか。100までやるのか。いいか。60回。なんかちょっとロード入った。来たかもしれない。来てないんかい。何のロードだよ、さっきの。じゃあもう一回。今回は良くないな。やっぱり前回がちょっと早すぎたから。あ、来た来た来た。エドモンド。エドモンド来てほしい。エドモンド受け来て、一番本命だから。まあ、来なくても結局私課金するけどね。まあ、このゲームはもう私にとって今は 80% くらいエドモンドのだけのためにやってるかもしれない。エドモンド早く来い。エドモンド、これはいいぞ。まあ、こうやって一番強いキャラクター、今こいつ、この SR のエドモンド一番育ってる。エドモンド来い。誰であろう。来た。よっしゃ。夏の市でのろうぜきは許さない。絶対ろうぜきされるやつだ。
た、このお尻。来たよ。なぜか金魚が泳いでるけど。いや、これは来たな。来たな。いや、最初に来たのは、すごく素晴らしい。じゃあ私、あと1回、なんていうか、100回来るまで、その、あと95回で SSR 来るでしょ。その保証 SSR が来て、もしその保証 SSR が炎天だったらやめるわ。で、その95回になる前に炎天来たらまだやる。で、とにかくあと95回は絶対やるっていう、なんていう感じでやるわ。いや、でも、早速、さっき引いたやつを、ホーム画面にしよう。運気を上げる。全然関係ないだろうけど。何をする？殺されたいのか？いつものセリフだ。私の名誉。何をする？殺されたいのか？私に。いや、違う違う。何をする？殺されたいのか？まあ、早速ちょっと吐いてみるか。吐いて。もともとやん。もともと空いてるからな。私に触れるな。ああ。一番抜いたちょ、でももうこれエロすぎね。いやもうこれはもう、むしろこれがいいよ。むしろ来てるのがいいよ。もうこれをか、これ、背景と合ってないな。いや一応背景、一応変えるか。今のところ合ってるのは、一応これが一応合ってる。合ってるくない？ちょい合ってる。いや、もうちょっとアップにするか。もう お尻見える感じで。いや、もうこれでいくわ。何をする？殺されたいのか？この服専用のセリフ、来ないな。私に触れるな。見ることも許さん。いや、見てる。めっちゃ見てる。いやー、じゃあさっきのプランでいこう。95回は絶対やる。お？いや、これ、でもこれは偽のローディングだと思う。ああ、ちょっと一瞬ちょっと期待したけど、さすがに来ないかっていう。この銃のこれ、最後まで、なくなるまでやるか。よし。今日はめっちゃ冷静だぞ。冷静というか。じゃあ前回、オリビンの見て、やっぱり私はなんか、あんまりにも甘々系は実はそこまで好きじゃないと思いましたね。あんまり刺さった感じがしない。でもまあ甘々系が好きな人めっちゃ多いのはわかる。私やっぱりちょっとなんか、ちょっと S 要素入ってないとちょっと、私ちょっと刺さらないな、なんか。これ何をする気？これだよ。一応この中のこれ、買うか。まあ、3個くらい買うか。まあ、単にこの1回契約の10個で10回契約を買ってるだけだから、別に増えてるはない。増えてはない。ガチャを便利にするだけだから。起きて。わー、来たな。炎天来たらやる。もう1回100までやる。で、さすがに 3回目が炎天だったら、いや、炎天というか、つまりエドモンド以外ね、そのイベントエドモンド以外。3回目もエドモンド以外だったらやめる。で、今回エドモンドだったら当然やめる。エドモンド。遊びだからといって手加減はしないぞ。いや、別に嫌いじゃないけど、私の目的と違うからな。
まあエロいけど全然全然可愛いけど全然可愛いけど、でもそのエッチな時に可愛くできないだったら意味ないからな。まあ一応履いてみる。履いてこれ日本語間違ってないっていう。大した度胸だな。自身の行いの代償をし、まさかまた。セリフ長い。私の命令を無視するとは。まあこいつもツンデレ感があるけどな。愚か。まあほらエロい、ほらウケウケしい。でも実際はその抱けないもんな。まあ突するの意味じゃなくて、私はちょっとそのなんていうか、めちゃめちゃ赤面してめちゃめちゃ可愛くあえぐのが見たいから、攻めあえぎはいらないんですよ。というか、どっちが入れるか全然どうでもいいから、とにかくそのエッチな時はそのなんていうかドヤ顔しないで、そのなんていうかそのウケウケしい顔してればいいよ。なんかドヤ顔しないで、なんか語彙がない、日本人じゃないから。うん、じゃああと92回か、まあいけるな、92回くらい。3回目エドモンド来なかったらさすがにやめるわ、さすがに課金。いやでもさ、結局私全てはこれのためだから、この剣がなくなるまではやるか、その2回のエドモンドが来るまでは。別にもう貯める必要ないしな、次何が来ても一番私にとっては一番本命じゃないしな、次のイベント何が来ても。まあなんていうか今のところまあエドモンドが圧倒的1位だから、他に受け新しいめちゃめちゃ私好みの受けキャラが、新しい受けキャラが来ないと、もうなんていうか別にガチャ券貯める動機もないな、個人的に。結局エドモンドですよ。まあ、ここからは全部一回契約でやるか。いやこれちょっと時間かかりすぎない？全部一回契約でやると。さすがにちょっとその短縮するの買うか、買うか、これ半分くらい。でも一応一回契約はやる。なんか白色ばっかりだな、よくないから10回1回やる。あ、来ないか、来ない時はスキップでいい。で1回契約、あ、白は R 以下。もう1回黄色が来てれば、あーダメか、全然黄色来ないな。じゃあ10回契約やっぱりするか。来ないやな、あと48回、まだまだ長いぞ。え、1回契約毎回白なんだけど大丈夫これ？あ、黄色だったらもっとやる。一回契約。わあ、白になったら、まあ、10回契約するか。あと45回。一気に10回。ちょっと労働長かったかもしれない。ああ、来ねえか。来ねえか。じゃあ一回契約。もう交互にやる。あ、白。一回契約、もう一回。いや、なんか、100回まで引く雰囲気だな、これ。なんか、SL 保証、その、この、なんか、必ず獲得の回数までやりそう。あと33回やりそう。10回契約で来いや。来いや。
た。え、マジで来たけど。これエドモンド来たらもう万々歳なんだけどな、うん、エドモンド来たらもうガチャ券なくなるまでやる。来ても来なくても、まあどう、まあ私さっき言った通り、新しいめちゃめちゃ私好みの受けキャラが来るまではエドモンド最優先だから、もうエドモンドに全てを注ぎ、エドモンドに全て注ぎ込んだ方が良くない？これ、エドモンド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 、誰であろうか夏の市での狼藉は許さない。え、いや今回正直、今回は運がいい。今回は私の中ではめちゃくちゃ運がいい。まさかのめちゃくちゃ運がいい。よっしゃー、おっしゃー、これはおっしゃ来た。これはもう早速星ランク突破。あ、そうか。っていうかさ、あと3枚あっても無理やん。3枚あっても、え、ちょっと待って、ちょっとかけらの、なんていうか、かけらが何枚来るのか、あ、SSR は30枚だよね。この、星3にしないと、星3にしないと、結局、その星3にできないから。で、星3にしないと、エッチなシーン最後まで見れないから、じゃあ、その絶対4枚なんて絶対引けないよ、こんなん。4枚なんて絶対引けないから、私もう早速、もうガチャ終わりです。早速ここで60枚買います。私もう今回のガチャはもうやりません。ここで40枚買います。30枚でしょ？で、30枚でしょ？よっしゃ。で、ここで、よっしゃ！で、エッチなシーン最後まで見れる。ほら、見ろよ。見ろよって何？いや、間違えた。一番最初にいるやん。おぉ、この5部屋目は、星3つないと見れないから、もうこれを私も全部見れるってことだよね。で、ここからは、なんていうか、もうあれです。もう、ほら、どんだけあると思ってんだ、これ。前回のも残ってるし。1372あるわ。で、これも800くらいあるわ。で、この、なんていうか、めちゃめちゃ、もうとにかくめちゃあるわ。全然課金してないけどね。もう私、ために貯めたから。私、確かもう、課金するのもうめっちゃ昔だった気がする。もうなんていうか、1回目のイベントか2回目のイベントまでちょっと課金しただけで、その後はずっと貯めてただけだから、全然もうしかも今回エドモンドももらったから、いや、ちょっとこのゲームちょっともうちょっと、まあ、多分他の人が課金するからいいか。もう私、個人的にとってもう課金するポイントないぞ。もうエドモンドのためだけにやってるようなもんだから。もうとりあえずこれ、もう最近はこれ最後まで見れるまでやるわ。しかも私結構、まあとりあえず毎日これや見ればいい。なんていうか、これを見ればわかるけど、この触れ合いレベルの、私エドモンド全部見たからな。この R のもこのエッチなシーンないのも見たからな。無駄に。もう、あと最近はなんかこれを見ようとしてる。この、なんていうか、モルフィスのを見ようとしてる。見ようとしてるな。ああ。でもまあ、エドモンドが来たからエドモンド優先だな。いや、もう最初これ、最初はこれ良かったけどさ、でもなんか、ヤクモはちょっと時々攻めっぽくなるから、ちょっと攻めっ系出してくるから、ちょっとダメになったんだよな、ヤクモ。やっぱりこれよ。このエトモンドのこの5部屋目、そのエッチなシーンの後に、なんかエトモンドに、もうこれからももう、
私に近づくな、もうその私にその1メートル以外近づくなって、なんかめちゃめちゃなんか罵られるのが、なんかしかもなんか抵抗されたいんだよね、なんかそういう抵抗されたい願望なんかそう、なんかまあ前にどっかで書いたけど、なんかめちゃめちゃなんか男の子になんかエッチ変態って言って、なんかビン出されるとか、なんかキャーエッチとか言って、なんかそのなんかエッチな目で見るなって言って、なんかなんていうかビン出されたいという願望があるね。そのなんかそれ聞くとなんか M っぽくなるけど違うんですよね。なんか絶対的な強者として、なんかめちゃめちゃ可愛い受けの可愛い抵抗を受けたいというそういうその一心だけですだから全然なんかその魔女じゃないんですよ別に。ただなんかもより一層強いその王者もう強い強者、めちゃめちゃ総攻めになりたいというそういう願望ですよ。でこれは良かったですね。でもこれはちょっとなんかちょっとあんまりにも甘々すぎて、平和的すぎて、ちょっとまあ確かにエロかったけど、祭司は2番目に好きなのはこのエロ祭司のオリビンだけど、でも私の性癖的にはやっぱりなんか意地悪に攻めたいんだよな。だからエドモンドが一番なんかめちゃめちゃ刺さるから、今回もなんかやっぱり習字攻めっぽいじゃんこれ見てると。いや絶対エロそうやんまあ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 こうやっぱりいいな。何をする、何をする、新しいセリフ言わない。その手を離せ、その手を。私これは王室御用達の仕立て屋がデザインしたもので、体のラインを引き立たせて最も美しく見せるようデザインされているそうだ。あの偽魔法使いが来たらどんな感じだろう。いやいやいや、その王室ちょっとエロすぎない何このエロデザイン。まあまあまあ何をする。ちょっと待って、ちょっとこういうのも見たい。こういうのというかこのなんていうか、ここになんかボイス一覧がある。内緒の触れ合い、礼を言おうそこに置いておけ。許可なく私に触れるな。手を離せ。これどこ、いやそのこのカードのセリフだよね多分。この無礼者、やめろいやさっきの無礼者良かったな。やっぱり私はなんか抵抗されたい願望があるから、やっぱりそんななんか罵られる、いやだから罵られる、罵られたいって言ったらなんか M っぽくなるけど、だから実はそんな罵られたいって言ってる人の中でも本当は M じゃない人もいると思うななんていうかさ、まあまあまあ M かもしれないけど、なんていうか絶対サブじゃないなまあサブと M は違うから。いやー、エドモンド来たな。いや、ま、でもこの表情の方がいいからこの表情見たいから、やっぱりこのそのこの感じにしよう。でこの大破ちょっとやりすぎだからやっぱりこのちょっとやる方がいやこれエロすぎるな。いやー、よかった。